振り返ってどうやってあれやるんだろう。明日なのかな。なんか書いてないのかなこれ。書いてないのこれ書いてないの。全力疾走、ちょっとわからない、ちょっとわからなかった。わからんのか。明日の話し会よろしく。こちらこそよろしくね。楽しみ。千穂ちゃんがね帰ってきてくれるからね。明日は楽しみ。明日っていうか今日からだったと思う。明日のお話し会から復帰、現場復帰みたいな感じだから、会えるの楽しみだな。ちほちゃん、さっきツイートしとった。ちほちゃんが楽しみ、会えるよ。楽しみやな、本当に。こんばんは、ゆたまるバラありがとう。こまめちさん、なんだっけ、長い星ありがとう。かわいい、ほんとコンペイトーみたい。あとね、ちょっとまた後でもちょっと話そうと思ってるんだけど、今度の今度のショールームのイベントなんですけど、今度久しぶりのガチイベがねあるんですよ、ショールームの。ちゃんありがとう、流れ星。前もねあったんですけど、その前は参加しなかったショールーム×ビスさんの雑誌のレギュラーモデル最終進行に選考に行けるイベントです。前回はなんかまあ結局1位になったとて、その雑誌のレギュラーモデルになれるわけじゃないっていうので、前はやってなかったんですけど、まあやろうかなって思います。今回も STU の中で1位になった人が最終選考に行けるやつなので、ちょっと久しぶりの、なんか最近はなんかこの何々がもらえますチャレンジみたいなやつ多かったので、なんか全員がさ、こうみんな頑張ったらみんなもらえるような
イベントが、平和なねイベントが多かったので、こう1位の人がっていうイベントは本当にコロナが流行ってからは全然なかったので、久しぶりやなと思ってあとはねやっぱりチャンスを手に入れるためにはっていうことでね、参加してみようかなと思いますモデルのお仕事は STU に入ってからずっとねやりたいって言ってたんですけど、やったことないので、なんか他のメンバーが続々と雑誌とか出てる中でこうやったことないってなったら、やっぱりこう自分の手でね掴めるチャンスは掴んでいきたいなと思ったので、ちょっと皆さんにこうご負担をかけてしまう、またお話し会終わったっていうかばっかりで、またすぐ皆さんにお願いをねしてしまって申し訳ないんですけど、ちょっと応援してもらえたら嬉しいなと思いますあ、ひさぽんちゃんありがとう、やすさんもありがとう、みっちゃんありがとう、こうちゃんもありがとう、短冊ありがとうございます。 TGC 出場希望、ああれありがとう、嬉しい、あれ嬉しいね。 TGC のさランウェイもなんか一回あったよね、ショールームだっけ、あのイベントでステージにランウェイ歩ける券みたいな、なんか一時期そういうのいっぱいあったからさ、まあでも、まあ、仮にこう最終選考に行ける切符が手に入らなくても、なんかたまにね覗きに来てくれるらしいです、ビスさんのあの関係者の方まあそういうところでもしお目にかかれたりとかしたらね嬉しいしっていうのもあって、リリムさんありがとう、カズさんもありがとうございます、そうなんですよ、モデルのお仕事はやっぱりずっとやりたいし、やりたかったやつで、っていうのもあってうん、あとね個人的にはとってもビスさんの雑誌の雰囲気がすごい好きでなんかないなんて言ったらいいかわかんないけど、自分の好きな雰囲気の雑誌なので、もうそんな雑誌に関われたら嬉しいよねってマイハのファンじゃない方もね応援してもらえたら嬉しいので、お友達に宣伝お願いしますそう、なんかちょっとアンニュイな感じ、なんかバキバキとした
感じでもなく甘々な感じでもなく、なんかふわふわっとしたいい雰囲気ですよね。でもちょっと語彙力がなくて言葉で伝えるのが難しいけど、すごい出れたら嬉しいなと思うので、最終選考に行くためのイベントなんですけど、まあ1位になったらこうレギュラーモデル決まりですっていうやつじゃなくって、さらにそこから私が頑張るねところなので、ちょっと大変ではあるんですけど、応援してもらえたら嬉しいです。ひさしありがとう。なんか雑誌とか出たいじゃないですか。雑誌とか出るのもすごいずっと夢で、やっぱり STU に入ったからこうできることの一つでもある、こんな大きな雑誌にね出るチャンスがあるなんて嬉しいので頑張りたいと思います。期間が7月の5日から11日の約1週間6日間なんですけど、今回マネージャーさんに誰が出ますかって聞いたら、なんかそこの情報収集ができてないみたいな、メンバーのツイッターでなんか出ますって、それでやっとわかるみたいな雰囲気の回答だったので、具体的に何人出るとかって私も分かってないんですけど、そらはちゃんとふくちゃんとひなちゃんは確認しました。結構大変な戦いになりそうで、やっぱりあ、葵ちゃんもやってた、葵ちゃんもか、いやー今までのショールームイベントでも考えきれないぐらいの大差で福ちゃんとか、まあ、ひなちゃんとかこうイベント行ってらっしゃってるので、やっぱりちょっとあそっかって なってるんですけど、まあ、私もファンの皆さんを信じて一緒に頑張れたら嬉しいなと思います。いや1期生だけじゃなくってね、2期生とかも参加するし、多分2期生とかはこんなガチのイベント初めてかなって思うので、結構出る人も多いんじゃないかなって思うんですけど、頑張ります。山猫さん短冊ありがとう、キヌさんもありがとう、ダイナソー長い星ありがとう。でこのイベント自体が多分なんか何なんか有料のギフトでってなってくる、必然的になってしまうのかなって思うので、でもあんまり無理はしてほしくないので、いい感じに応援していただければ。いやもちろんね1位にはなりたい気持ちで 100% 1位になりたい気持ちなので、ちょっと皆さんがちょっとやばくならない感じで、はい、すいませんが、なんかお話し会
のなんかお話し会もめっちゃなんか頑張ってもらって、すぐこんな感じでイベントっていうのも心苦しくってあの今回のイベントやろうかどうか迷ったんですけど、もしかしたら7枚目のシングルもいつ来るかもわからないじゃないですかでもうどうしようって思ったんですよね。1位になれば 100% レギュラーモデルになれますっていうやつでもないし、いやもうみんなにお話し会いっぱい来てくださいって言ったばっかりで、もうまたお願いしてしまうのもすごい心苦しいんですけど、いやもうごめんなさい本当にでもあの1位になれるようにモデルのね、ずっと言ってきたモデルの夢を叶えるためにも頑張りたいと思ってますので、5日からですね応援よろしくお願いします。でこのイベントなんですけど、昔と違って年齢によってできる時間帯も違うので、このイベントは1日3時間制限ですね。1日3時間の縛りがあります。すごいありがたい。昔は昔はもう私は朝の5時から8時と夕方の5時から8時までしかできなくて、でも大人のメンバーは朝の5時から夜の12時までできるっていう縛りがなかった時代もありましたのでもうあれはあれでね、大人のメンバーもすごい大変でっていうのありましたけどもね。 T シャツさんありがとう、短冊ヤスさんもありがとう、短冊そういうのもありましたが、今は配信の時間に制限がねあるので、こうまあ昔より暖かい安いのと、あと期間もなんか前までは結構長い期間のイメージがあったんですけど、2週間ぐらいやってた気がするんですけど、今回はもう1週間もない6日なので、ちょっと頑張り安いわけじゃないんですけど、まあ期間も結構短めなのでっていうのもあって、あと私が今回ねめっちゃねあの気合が入ってますので、しっかりとちょっとショールームのことに関してショールームに詳しい人にちょっとリサーチをする予定です。あのまだねできてないんですけど、明日明後日ぐらいには皆さんにお伝えできるようにちょっとしますので、はい待っててくださいはい、まあ、私の中でちょっと福ちゃんに聞こうかなって思ったんだけど、福ちゃんに聞くのはさちょっとさ申し訳ないなと思って、なんかイベント参加するのにショールームのことを私に教えてくださいはちょっと申し訳ないなと思ったので、ちょっとかほちゃんに、あ森かほちゃんに聞こうかなと思って、ちょっと聞けたらいいなと思ってます。やっぱ私の中でショールームって言ったらもうかほちゃんなんですよね。 STU に入る前からねショールームやってた方なんで、まあ、よくわかってるかなと思ってかほちゃんに聞く予定です。このこんな感じでイベントページもあるんですけど、あのこのイベント1位の人が1位なんで、1位の各グループ1位の人
で計6人の人が最終進行、え、進行っていうっけ、選考、あ、最終審査か混ざったに出て、その中でグランプリを取得した人がレギュラーモデル1人だけなんですよ。なんですけど各グループのランキング上位3人までが、なんとビスさんの2022年の1月号の紙面に掲載されるらしいので、もし1位になれなくても3位までに入れば雑誌に出ることはできますよっていう、なんて優しいおまけ付きなんですよ。おまけおまけって言うとあれだけど、ちょっと嬉しいねやつがついてるので、ちょっとまあでも1位を目指して頑張ります。もう1位になってもね雑誌には出れるし、さらにレギュラーになれる可能性もあるので、もちろん1位を狙うんですけど、3位に入れば出れますよっていうやつです。で、イベント期間が7月5日の5時、17時から7月11日の、19時59分8時まで、まあ、8時ちょい前までなんで、これは「ログログさんありがとう」そんな感じです。で、1日3時間までとします。で、なんかあるかな、ポイントとは、あ、50カウントのコメントと星1つ1ポイントで、有料ギフトも1ゴールド分で1ポイントだそうです。でまあでもイベントは皆さん慣れてるっていうか分かってると思うんですけど、いや久しぶりだな、こんなガチイベ参加なんて久しぶりすぎてドキドキなんですけど、5日からなんかいろんなことを考えて本当にどうしようか迷ったんですよ。あの山口のツアーも始まるじゃないですか。いや、やばいかな、できるかなみたいな、まあ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 1日3時間っていう縛りがあるのでできるかなっていう、頑張ります皆さんにはいっぱいお願いしてしまって本当に申し訳ないんですけど、一生懸命毎日頑張りますのでよろしくお願いします。お友達とかにもぜひね、毎日が頑張るらしいぜーって言ってみてください。ナーピーさんファイトありがとう。あと3日後なんで、
作戦会議とか。やります配信で。はい、まあそんな感じです。出てみようかなと。よろしくお願いします。なあ応援してます、ありがとう、頑張ります、応援します、ありがとう、嬉しい。頑張れ、ありがとう、頑張る、前発だわけ、ありがとう。短冊って忘れちゃうの名前そういえば前八今日めちゃめちゃ偉いことしたんですよ。洗濯機回した洗濯機回したんですよ私風車の小次郎さん、短冊ありがとう、テータン流れ星ありがとう。いや、めっちゃ久しぶりに洗濯機を回した。いや、そんなことないな、意外と。意外と最近回したんですけど、ちゃんと柔軟剤がなかったんで、毎日お気に入りの柔軟剤を買いに行って回した洗濯を貯めるんですよ。なんか毎日やればいいんですけど、ケンマさんありがとう、毎日やればいいんですけど、てか毎日洗濯かごに入れればママが洗ってくれるんですけど、なんか溜めるんですよね洗濯物、なぜか。結局溜めたやつは洗ってくれないので自分で洗う始末。まあでも昔はできなかったんですよ洗濯、私洗濯のやり方わかんなくて、自分でできるようになっただけでもまあかなり成長したんですけど、いつかね一人暮らしした時のために洗濯を回せるようになっておくっていうのはとてもいいこと。うんうん、ドラム式じゃない、ドラム式の洗濯機って憧れるよね。ちょっと待ってね。
なんかドラム式の洗い方ってまたちょっと違いますよね。ちょっとわかんないけど。まあでも、こうぐるぐる回るタイプはさ、こう洗濯物同士が擦り合って汚れを落とすタイプじゃないですか。ドラム式はこうこうパンこうじゃん。いや分からん、いや分からんけど、やっぱ違うらしいですね。まあ、でもドラム式あったら乾燥機とかあるじゃん。めちゃめちゃいいよね。うらやましい。乾燥付きはマジでうらやましいよ。なんか前歯って何が嫌なのかって、洗濯が一番家事の中で嫌いなんですけど、何が嫌かっていうと干すのが嫌なんよ私。本当にね、洗濯物を干すのがめちゃめちゃ嫌いで、本当にめっちゃ嫌いなんですよ。なんか柔軟剤とか入れる時っていい匂いもするしウキウキするんですけど、もう本当にもう洗濯物をカゴに入れて、それを持ってハンガーに干して、なんか一回かけてまたそれを持ってみたいな、もうめっちゃめんどくさくて超嫌なんですよ。なんか濡れた、濡れてて硬い感じがめちゃめちゃ嫌いなんですけど、冷たい感じめっちゃ嫌い。あれ洗濯自分ですの、溜めた洗濯はね自分でやりますよ。まあでも今日2回回したんですけど2回でも終わらなかった。え、終わらんの、あと1回か2、あと2回ぐらい回したら多分終わると思う。なんかそんなに貯めたつもりはないんですけど、なんかせっかくだからこれも、でも違うんですよ、私のお家の洗濯機めちゃめちゃちっちゃくて、もう多分売ってる洗濯機で一番ちっちゃいタイプなんですよ。だからもうこれだけしか入らないんですよ。だから1回でハンガーもなんか4個くらいしか干せないぐらいちっちゃいんですよ。これは言い訳ですけど、本当になんかこうハンガーかけて、え、これで終わりみたいな量なんですよ。多分一人暮らしとかの人が使う洗濯機なんでっていうのもあるし、あともうハンガーの数が圧倒的に足りない。今日はこれで勘弁しといてやるぜって言ってやめました。あとね、なんかバスタオルがね多いんですよ私。なんかなんか1回洗濯するごとに3枚ぐらいバスタオルが出てくる。それがほとんどです、この洗濯機の中で。3枚のバスタオルと、ちょっと少量の服みたいな感じですね。ナオピーさん、ハイビスカスありがとう。かえちゃん、タンズクありがとう。
こうこうキュッてなってほしい、私の鼻こうこうなってほしい。やっぱりねこれが一番いいよ。ケンワンさんかわいい、ありがとう。風呂入らない、風呂入ってるわ風呂入るわ。見てこのサラサラの髪、そんなにサラサラじゃなかった、そんなにサラサラじゃなかったかもしれん。トゥ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 。お仕事から帰宅しました、おかえりなさーい。どうぴゃん、ありがとう。短冊、うん、閉ざされてた部屋の中で、ヘイ。いやもうマストビーナウの踊りなんかさ、今考えるだけでもう頭が痛いででで、ヘイヘイ、なんかもう首バコーンって死ぬ、もう頭痛いわ、もう本当に考えるだけでね。よしさんかわいい、ありがとう。3週なんていつぶりやろ。確かにね、確かにマストビーだわ、もう首バコーンの代表曲やからね。あとウザ、ウザは首ブンブン振り回すからね。タレタカさん流れ星ありがとう。タレタカさん言ったわいやもうダメだ、何も考えてないみたいじゃん、そんなの。トゥルトゥトゥトゥヤッホー、いや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 、もう考えまくり。タレタカさんありがとう。短冊ありがとうございます、ありがとう。実はどんな感じ、あ、なんかね最初よりは良くなったんですけど、最初よりは良くなったけど、なんかでも、うん、なんかずっと痛いのはねやっぱ痛いんですよね。なんか全く全くの無痛っていうのがねない、もう最初は、まあ、例えばこうやって横向いたりとか下しゃがんだりとか、なんかちょっと首傾けたりするときが痛くって、なんかこうやってまっすぐ向いてる分には本当になんともなかったんやけど、なんか最近ね、なんもなんか別に、だからこうやって首横にしても痛くない、その特別でもずっと痛いみたいな、その代わりでも最初に比べたら全然もうほぼないぐらいの痛み。もう最初の時は本当に痛くてね、
ガチで頭がずっとグングンしてたんですけど、最近はなんかもうずっとなんか程度の何すごい低レベルないたずらをずっとされてる感じです。でなんかこの前ダンスのレッスンやった時は痛み止めを飲んで、やっぱ自分の首っていうかどこまで回復してるのかっていうのも、あとツアーに出れそうなのかっていうのがさ、この前僕恋のさライブ出た時って1週間安静にしてねって言われて、1週間本当に安静にしてたんです。そのダンスとかもやってないしっていうのもあって、そのいきなり僕恋公演本番で頑張ったらもう人生で一番しんどかって、あそれはいけないと思って、まあ一回たまにそのちょっとだけ動いて自分のなんかこの程度でもダメなんだったらやばいじゃんっていうのを把握するためにこの前ちょろっとだけ動いたんですけど、あの薬を飲んでまあ1曲2曲ぐらい、そんなガチじゃなくてちょっと緩くやって若干薬飲んで、まあちょっと痛くて普通の時よりちょっと痛い感じなのと、あとそもそもの多分症状のせいで握力が断然に弱くなっちゃって、なんか資料とかをこうやって丸めて持つんだけどもうパーンって飛んで入れちゃってっていうのもあって、足に力が入らない。うん、これは安静にした結果筋肉が落ちてるのか、それとも神経でつながってるから足もちょっと力が入りにくくなってるのかはわからないんですけど、なんか足がすごいだるいっていうか自分の体を支えきれてない感じ、なんかこうずっと立ってたりしたらなんか足が持たなくてこうちょっとフラってクラってしたりとか、足からクラってしたりとか、もう座っていいですよってなった瞬間になんかバタンと落ちるぐらいすぐ座り込みたいみたいな。でもその首自体は神経まで行ってない、そんなにやばくないんですよ。なんですけどなんか足にだるさがあるわけじゃないんだけど、足がね力がね抜けてる感じがねあったので、どうだろうっていう感じなんか本当にやばいのに無理してツアーに出て、じゃあ40点とか50点60点ぐらいのパフォーマンスをしてさ、痛いのにファンの人にそれで心配かけちゃったりとかさ、せっかく山口まで来てくれてさそういうパフォーマンスを見せるのかっていう話じゃん。私的にはもう150%、 いやもう 300% ツアーには出たいし、まあ出ないっていう選択肢が本当になかったんだけど、今までお仕事とかっていうかそもそも体調が悪くなったりとかってなかったから、どこまで行ったら休むべきかもちょっとわからないんですよね実際で、まあ
レッスンもろくにできてない状態で、まああとちょっとの期間でってなると、多分今の状態だと出ない方がいいのかなって自分的には思ってるんだけど、まあもうちょっと時間があるから様子を見るってのもあれやけど、でもそのギリギリで出る出ないの判断はできないから、まあやっぱり一回のツアーせっかく全員で出してもらえるのに、こう休みますってなんかすごい嫌じゃないですか。私焦るじゃん。ライブをするためにアイドルになってるのにってなってしまいますからちょっとこれは要相談だなっていう感じ。自分的には出たいけど体的には多分出ない方がいいのではないだろうかっていう感じだけど、いやでもっていう感じなので、まあちょっと近々マネージャーさんと直接お話をして相談っていうか、まあ今後どうしていくかっていうのも話して行かなきゃいけないので、もし休むならファンの皆さんにも早くお伝えしたいし、まあ一部だけ出演になりますって、私的にはそっちの方が出ないっていうのはちょっと嫌なのでちょっとだけでもね出演はできたら嬉しいなって思ってるので、でも本当にさこればっかりはさ私やってみないと分かんないんですよね。こう全力でじゃあ一曲やってみようってやってみないともう分かんないし、でも無理してそれでやって頭が痛くなりました、あ悪化しましたは良くないじゃんなんか結局本番出ないと分かんないんですよね。もしこれで今出て今後できなくなってるのは絶対に嫌だから、あまり無理をしすぎるのも良くないかなっていうのはすごい思ってるんですけど、そうですねいやもうこんなことになると思わなくってさ、まさか自分が公演っていうか、まあツアーとかライブを休むか休まないかの判断に迫られる日が来るなんて思ってなかったから、いやもう本当に嫌な気持ちもうなんでこんな思いをして行かなきゃいけないのか思ってる。そう、なんかそれもさ、じゃあこの治療をやりましょうで1回でさ完全に治りましたってやつじゃなくって、もう地道にリハビリとかリハビリをしながら治していくしかなくって、時間がすごいかかるんですよね。3ヶ月とかかかるので、でもやっぱライブとかやって首に負担がかかってってなったらまたそれが長引いていくわけじゃないですか。じゃあなるとやっぱり、いやでも出たいしみたいないや出たいしみたいな、もう自分との葛藤だよね本当に。
まあなるべくファンの皆さんも安心して、自分もそのあまり首に負担がかからないようなやり方で、運営サイドの皆さんにもあまり負担のかからないやり方で解決できれば一番なんだけど、まあ例えば歌割りがあったとかして、自分が歌うところじゃあ、あ、なになにちゃんごめんちょっと歌ってここのパートとかってなって、その子の振りが変わったりとかしてっていうのって申し訳ないから、できるだけ早くそういうみんながまあご迷惑を、まあ、ファンの皆さんも全曲フルパワーで出れるのが一番なんだけど、それができないってなった時に一番みんなにとっていい方法でライブに出たいっていうのがあるから、ちょっとまたマネージャーさんとねしっかりと話してきますので、また多分決まり次第、また何事もない場合もファンの皆さんにはちょっとお伝えはしておこうかなと思うので、まあ待っててください。これいつ話せるかはちょっと話してないんだけど、なんか今までの感じでさ、まあちょっと薬飲んで、まあ今までの公演でも結構頭が痛いとか体調が悪いとかってまあまあたまにあったんですけど、もう薬飲んでアドレナリンに任せるって神頼みみたいなことしてたんですけど、今までなんかまあそれでなんとかなってきてたんで、まあ始まったら体調が悪いとかって忘れるぐらいアドレナリンとかで楽しさとかで気が紛れてたんだけど、もう薬飲んでアドレナリンに頼っても死にそうになったのでそんななんとかならない経験が初めてすぎて、もうどうしたらいいかもわからないみたいな感じなので、ちょっと戸惑いがあるんですけど、もう本当にしかもタイミングだよね、何もない時にしてくれよって思いますよね、ごめんなさい本当に。しかも初日のツアーっていうね山口県っていう、もありまして、まあちょっと本当マネージャーさんとねしっかり話して、皆さんにとって前編にとってもこう関係者の方々にとってもいい方向になるようにちょっとお話ししてきますので、なんかこれがねもう運動しないでって言われたら出るのはやめようっていう風に話してたんですけど、なんかそれってどうしてもなのってどうしてもって言うならっていう感じだったので、お医者さんもあとは私が決めるしかなくて、なんか自分のこの症状も人それぞれで、ほんと前歯にしかわからないから、多分できるぐらいの症状だったらやってもいいよって多分言ってるんだと思うんですけど、いや、山口はねせめて出たいんですけどね、まあちょっと話していきますわ、明日でも明後日でもし明後日でもちょっとね早めに話して
って頑張ります。いや、まさかまさか本当に自分がこんなことになると思わなかったよ。一番若いのに。っていうか若いのにって言われた。それはそう。ということで、まあ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 、うん、まあそんな感じです。近況報告といたしましては、まあなんか若いしさ、そんな経験がないから、まあ結局大丈夫だろうと思ってやっちゃうからね。ピータン、短冊ありがとう。でもさ、ちょっとなんかショールームってさ、何が嫌だってさ、聞いてよ、何が嫌だってさ、曲のネタバレをしそうで怖いんだよね。鼻歌とか歌っちゃいたくなるんだよね。それはわかる、マジでガチそれな。配信あるある、言っちゃいけないこと言っちゃうんだよ。ティータンマングースさん、ありがとう。短冊なんか歌うわ、ちょっと違う曲を。いや実は違うくないか。匂わせるのやめろみたいな、すいません。何しようかな。風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した、めっちゃ好き。春はどこへ行くん、めちゃめちゃ好き。どうしようかな。最近歌ってない曲がね、いいよね。君よ君よ、え、びっくりした、雷かと思った。多分近所の人ですね。歌っちゃえ、部活終わる頃校庭で本を読んでいた。時間つぶして一人きり誰を待つのか。欅の木の下風に揺れる制服が眩しい。
ばい。今日初めて喋ったレベルでこの配信がさ、ずっと喋ってなかったわけ今日。全然歌えなかった。君を君を君を。カス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 。あ、青春フィロス、いや、やめとこう、きついわちょっと。きついわちょっと死ぬ。ゼロ三太陽残かれいやのればきっとどこかで同じ頃に日が沈むよ。あ、チーム美容師一人で一人でチーム美容師やろうとしてる今。48あなたは今日でもいはおしほら STU 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 夢中にさせちゃうぞ。48 YESTU 48瀬戸内生のステージどうですかどうですか、あまりに近すぎて Oh my god でしょ、歌とかダンスはどうですかどうですか、これが噂の STU ねせ、大勢いると迷うでしょ、誰か一人を応援してせのせいであなたは今日でもいはおしほら STU 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 キャッキャキャンキャ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 どうですかどうですか、うちらが可愛くて最高峰賞でしょ、グダグダ MC どうですかどうですか、なんでもありの前八でせ、パフォーマンスが目を引いたら教えん、あ、それはダメです。前八に教え編は大丈夫ですが、前八からの教え編はダメです。あなたは今日でもいはおしほら STU あなたは今日でもいはおしほら STU あなたは今日でもいはおしほら STU あなたは今日でもいはおしほら STU48 私のことを好きになって押してくれてたら嬉しいです。あー燃えちゃった。あなたは今日でもいはおしほら STU 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 一生懸命夢を追いかけています、成長してる前八見に来てください、どんなに売れてもここで歌っています、結局誰もみんな前八を
ありがとう。今日から君も前発調子だ。じゃあ今度山口県で行きますので、皆さん山口県コールお願いしますね。わ、ギフトもいっぱいありがとう。さあ今日の都道府県どこまで言えるのでしょうか。諦めた瞬間から全ての県が山口県に変わります。真っ青な空を見上げて誰かのこと思ってますか。今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。会いたいと思ってるのにここのところご無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ大事な人君だ。悲しいことがあった時には話を聞いてほしい。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながらのんびりと景色を眺めドキドキするのが楽しくて。北海道、青森、岩手、長崎、あ、青森、あれ？岩手、わからない。山口、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 山口だ、うん、山口が一番だ。山口、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 あ、岡山、あ、広島、山口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 、香川、愛媛、徳島、兵庫、山口。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。47は行きたい街の数、ずっと私のこと待ってくれてる。いつの日か全部回って日本全国の友達と笑顔の輪。ありがとうございます。山口県でした。ありがとうございます。もうガチ恋工場がちょっと言うの忘れてた。じゃーん、ありがとう。すごいなんかさ、超流れ星が流れてたね。え、ありがとう。もう全然反省してない。島風さんとかヤッサーとかモームさんオンプとかありがとう。ケンマさんミラポールとかありがとう。本当に本当に DJ マスさん誰もありがとう。ここまでしか出てない。マセイルさんハートありがとう。ありがとう。
ありがとうございます。いや嬉しいね、こんなにも山口県が愛されて何歌おうかな。シアターの上がようやく会えたね、ショーファイト。あ、11月のアンクルと歌おう、7月に7月の時間がないから一番で終わろう。ごめんなさいね、フルフルを望んでくれていた皆さん、ごめんなさい。いや私もねフルが いいんですよ。なんか AKB さんの歌詞、特にさ2番がさ好きでさ、前八もなんか2番ってなんかえなんかんなんかそんなめっちゃええ曲みたいな、2番にギュギュッと詰まってる感あってめっちゃ好きなんだよね。なんかいや1番にも詰まってるんですけどちやばい語彙力がちょっとすいません。あねえ、ジワルデイズ歌いたい私。ジワルデイズ、でもジワルデイズも一番になっちゃうかな。ちょっとみんなしんみり歌うから、みんな最初のところしんみりと聞いて。あ、ゆうたハートとね、なんだっけ、花束ありがとう、上尾さん短冊ありがとう、やすさんありがとう、流れ星ダイナソーパチパチありがとう、マジョネキアさんもありがとう。もう全然あれなんだが、え全然クルクルしてる、ずっとちょっとしんみり歌いたいんだけど。ジュアルデイズのナオさんかわかるえ待ってね、クルクルしてるやんか、ダウンロードに失敗しましたって出たけど、えそんなことある。ちょっとジュアルデイズが不機嫌ジュアルデイズが不機嫌って何ちょっと待ってな、よいしょ、ほいほい、来た、マイクマイク。本当は今でもそばにいてほしいよ、だけど君を引き止められない、見つめ合うほどに切なくなるんだ、不意に思い出が始まるで
冷たい風の中で桜のつぼみを見つけた時、僕たちの別れの春がそこまで来たと知った。悲しみを乗り越えて、人は優しさのその意味に気づくんだ。君の瞳から涙が溢れたら、世界のどこにいたとしても、僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して踏み出すんだ。君がいたいのは寂しいけど、Someday いつの日か会おう。 Love you I say goodbye my darling。 よし、ラスト、ラスト、千穂ちゃん、おかえりなさーい。いい感じに締めようとしてるのバレてる、もしかして。いつもとは違う、反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。人にことで語るくらいならば、黙ったまま中途半端なタイミングで申し訳ない。ランキング読みたいと思います。皆さんありがとう。ちょっとランキング先にマッチュさんよとぴょん、配信ありがとうございます。けついは体のんちょっとようようようちょっとようっていう読み方しか知らないんだよ。無理はしないでね。明日の話し会楽しみにしています。ありがとう。
ジュニーダイナソー、配信ありがとう。来週からもイベント楽しんで頑張って、ありがとう。ジジマーシーさん、イベント頑張ろうね、ありがとう。ジーカズさん、はじめまして、ただのジジーです。カズさん、ありがとう。 DD 大歓迎。キー、マイハチのマーク、ミスのイベント一緒に楽しんで頑張ろうね。あ、もしマイハがツアー出なくても映画アンダーで出るから心配しないよ。え、マジでちょっとそれは見たい。ありがとう。マイハチティータン、ありがとう。イベント楽しもう。明日の話かよろしく。こちらこそ。ありがとう。あ、ティータン、マイハチやな。あ、ありがとう。7位ヨッシーさん、ありがとう。6位山猫さん、ありがとう。4位しまかじさん、ありがとう。4位ジジマスさん、ありがとう。3位ヤスさん、ありがとう。第2位ケンマンさん、今日も可愛いお顔見せてくれてありがとう。仕事の疲れも和らぎますよ。マイハの体最優先でいたわってあげてくださいね。イベント頑張ってね。自分もできる範囲で応援します、ありがとう。なんかすごい前メロディーみたいな声してるわ。第1位はもももさん、ありがとう。いやー、皆さん本当にありがとうございました。明日はね、朝配信はないです。夜とか夕方とかに配信しますので、よかったら皆さん遊びに来てください。よかったらですね、このルームのフォローとツイッターのフォローして帰ってください。はい、ということで、ちょっとランキングっていうか後半戦全然読めなかったんです。スペシャルギフト、マゼイルさん、ヒラリーハットさん、ヤスさん、ユータ、ケマンさん、モモモさん、ヨッシーさん、ヤスさん、サイクロンさん、シマカゼさん、ケマンさん、ユータ、ウエオさん、たくさんの皆さん、ギフトありがとうございました。今日もお疲れ様です。明日はね、土曜日なのでお休みの方もお仕事の方もいらっしゃると思いますが、一日一日を大切に、素敵な一日になりますようにということで、今日も一日お疲れーしょー。また明日の配信でお会いしましょう。5日からのショールームイベントよろしくお願いします。皆さん宣伝もお前たちも頑張りますので、お友達に勧めておいてください。よろしくお願いします。それではまた明日、せーの、バイちゃん、おやすみなさーい。